今食べたいものは醤油豚骨ラーメンです。いい、ね、家系のやつ、替え玉とかもしたり、最後ご飯も入れちゃったりとかするやつ。たくやです。どうも、今食べたいのは麻婆春雨です。かずやです。麻婆春雨ばっかだ。ザ・タッチです。どうも、今食べたいものはバーガーキングのダブルワッパーチーズです。大島です。何それ。どうも、今食べたいものは、まあ、富士山のふもとの、もう朝一番、もう日の出が出たてぐらいの時にパッて光が浴びてきた時に、その森の中で光る一本のつくし、つくし、夜に少し濡れたそのつくしとかですかね。つくし、つくし食べたことない。つくし食べる。つくし、ま、食べられないこともない、ね。つくしって食べる。食べるよね、多分。まんまで、生でってこと。そう、なんか考えすぎて変なになっちゃったパターンや。僕は単純にそれ一番食べたいなっていう。本当。もしくは。うん、いや、そんな、もしくは、もしくはないんだよ。もしくはは大丈夫です。もしくは家で育ててる豆苗か、どっちかですね。じゃあそれだ。じゃあそれ。はい、淡路です。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、あの、ということで、今日もオーバークック2やっていきたいと思います。よし、やった。はい、あの、我々ザ・タッチはスタジオに来ております。はい、はい、そして大島淡路は自宅から参戦でございます。はい、はい、さあ、大爆屈前回からの続き、そうですね、もうやっていきましょうか。なんかもうだんだん難しくなってきて、うん、みんな思考停止し始めてるから、うん、もう一度ちゃんと自分自身を持って、強く持って、うん、じゃあいきたいと思います。3の5からです。3の5ですね。はい、川パターンですね。わうわ、また投げるのが必要。じゃあいきましょうか。はい、これなんだろう、なんか単純に見えるけど、今までのあれと比べたらいけそうじゃん。イカダが移動すんじゃないか。なんか動きそうですよね。じゃあコントロールが必要。コントロール、そうっすね。あ、でもあそこしか出すとこないな。あれ、左側しか。あ、でもそうか、確かに。でも皿を移動、どうやって移動するとくっつくのかな、たまに。はい、タクヤ右側にいます。あ、素材ください。 あ、揚げる系だ、揚げる系、揚げる系、こっちでも、はい、できますよ。じゃがいも、切らなきゃダメか。切らなきゃダメだね。切らなきゃダメだ。じゃがいも投げます。はいはい、はい、ポテト揚げます。肉、肉切ったの投げて。はい、投げます。はい、投げるか。よいしょ。あ、はい、もう入っちゃった。はい、あ、オッケーオッケー。フライヤーに入っちゃったもん。サラサラ。これなんだ。じゃがいもくださ。あ、皿はこの間に持ってった方がいいか。うん、そういうことっすね。うん。はい、じゃがいも上がってます。はい、どうぞ。で、おい、なんでこっち来ちゃってんの？誰か。やべやべ。誰かこっち来てんじゃねえよ。ポテト投げます。ポテト投げます。はい。ポテト出そうと思ったらこっちになっちゃった。はい、お肉と。もう戻ってこなくていいよ。言い過ぎでしょ。お前は行かせてくださいよ、たまには。はい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 。やばいやばい。あ、肉、あ、肉が、肉落ちちゃった。はい、お皿を洗うから、洗うから、洗うから。じゃがいもとかガンガン投げといて。はい、ください。じゃがいも。お皿ください。お皿持ってきます今。はい、お皿。あ、肉投げちゃった。お皿、はい、お皿を置いて。あ、落ちた。やばいやばいやばい。何やってんだ。おい、お皿あげて、お皿あげて、お皿あげて。で、じゃがいもとかガンガン、誰、じゃがいも、そのまま直接入れたやつ、ゴミ箱に。じゃがいもとか投げて、じゃがいもとか投げて。あ、はい。あー、落ちた。持ってます。そのまま取ってこなくていいよ。言い過ぎでしょ。あれ、それまだ上がってないよ、淡路。はい。じゃあ、揚げたてポテトで提供お願いします。はい。はい、じゃがいも。こっち投げて、こっち投げて、どんどん。で、はい、ポテトだけの、はい、うん。こっち、なんも。お肉ください。投げれないっすね、今。投げれる、斜めに投げれるよ。あ、誰か、誰かじゃがいも川に投げたぞ。あ、投げてる、いっぱい。誰か、あいつ、濃厚もいいとこだな。お肉ください。こっちにちょうだい、どんどん。お肉も。お肉がないです。
お肉。はいはい。おしまいよ。おしまいよ。ポテトも出さないと。あ、一回これ出しちゃうわ。あ、落ちた落ちた落ちた。もう戻ってこなくていいよ。ちょっと邪魔邪魔邪魔。ちょっとやっぱこれちょっと上げたいな。ちょっとお肉ください。お肉切るもんがないです。お肉お肉だって、あ、お肉こっちだ。お肉がね、ずっとね、切った肉で隠れてたのよ。誰だそれやったの。ちょっと、あ、こっち何ちょっと皿持ってって、洗うから。はい、皿置いていて、置いていて。はい、ありがとうございます。あ、上がってるよ、上がってるよ。え、ちょっと長芋ください。危ねえ。ひどい、ひどい、ひどい、ひどい。ひどいな、今ひどいよ。ポテト、ポテト。長芋ダメだ。あー、何ダメだ。そっち脳汁兄弟が揚げフライヤーいっちゃってるわ。脳汁兄弟。脳汁だけで十分です。脳汁いかがですか。脳汁だけで十分です。ちょっとこの具材が全然こっちないんです。俺こっち入る、こっち入る、一瞬こっち入る。脳汁いかがですか。脳汁だけで十分です。脳汁いらないんで。あ、全然。それ何やってんの、それ。あ、これなんだ、これ。拓也さんが捨ててる。拓也さんじゃない、和也さんが。これ入れて。提供お願いします。提供。じゃあ、あのね、なんていうの。くそ。あれ、これ誰いっぱい皿に。じゃ、淡路が全部皿がない、皿がない。皿がない。はい、じゃあ。ちょっと、じゃがいも。あれ、俺。やべえ、間違えた。皿もら、はい。これ出せんじゃん、それ。出せるよ。はいはいはい。うわー、くそ。難しい。やばいやばいやばい。そんな、でもそんな大きい声でクソって言うんじゃねえ。テレビで、テレビじゃない。YouTube だけど。じゃあ見て、ほら、うん、あの失敗した注文がなければ、うん、言ってる。いかねえ。これあ、行くわ。すごいな。行くわ、ほんとだ。失敗しなかったらちょうど440だ。え、ちょ途中脳汁がすごかったよ。失敗って順番ですか？うん？失敗って何なんですか？だから、出せなかった。時間内に出せなかった。ね、めちゃくちゃ簡単なはずよ、ここ素材。どうなってんの？確かに。フライヤー揚げ物担当、どうなってんだ？いやいや、なんか落ちてるやつとかいましたもん。淡路がほぼ川に捨ててました、具材。おい、淡路捨てんじゃないよ、具材を川に。いやいや、気取ってくださいよ。川で一回洗って投げてるんですから。なんか戻ってこれねえんだよ。あそこはもう一人やっぱ具材取りに行く人がいないと無理なんですかね。かなあ、あっち3人いてもいい感じかな。ちょっと一人は移動しながらって感じの方がいいんですかね。どうする、もう一回やりたい、それかもう次行っちゃう。行っちゃいますか。行っちゃおうか。なんかね、はい、うん、淡路が途中仕分けしだして、うん、なんかあの蓮舫張りに事業仕分けみたいな感じでやりだした。そう、あの勝手に肉とかを、うん、溜まった肉とかを捨ててったのよ。そんなわけないじゃないですか、僕は。蓮舫さんみたいになんか、はい、川に投げてたよ、俺。淡路、淡路、魚に餌やってただけなんで。いやいや、ずっと兄じゃダメなんですかって言いながらお肉を川に捨ててったから、うん、もう蓮舫さん。アワフォー行くよ、じゃあ次も。はい、ここも川っぽいですね。川だけど、なんかあれだね、あれが移動すんだ、真ん中が移動すんだね、あれきっと。740、真ん中が食材乗ってますね。あ、ほんとだ。うわ、ほんとだ。あそこ一人いてもいいのかな。確かに、あそこ一人いいかもしれないです。誰行く。僕やりますわ。おい、大丈夫か。おい、大丈夫か。濃厚なやつが行っちゃダメなんだよな。いや、相当コントロールできるの好きなんで。はい、素材をください、素材をください。あ、トルティーヤだ。もうあいつ信用なんねん、信用なんねん。いい加減にしろよ、おめえ。もうなんだよ、お前もう来んな、俺がやるわ。こっちだ。あ、落ちちゃった。落ちちゃった、落ちちゃった。何これ、難しい、落ちちゃった。じゃないんですよ、誰か真ん中にいる。俺、じゃあ淡路真ん中にいて。はい、遊んでる場合じゃないんで。終わってないのか。肉ちょうだい。はい、お米こっち投げて。お米こっち、赤い方。お米下。はい。あの、あ、うん？そうか。やべ、なんか投げてください。今、やべ、なんもね。肉ちょうだい。
あ、淡路、じゃあ俺真ん中でいい、はい、それ取って、お米取って、それ、お米斜めに投げれるよ、斜めに投げれる、淡路、それ、それダメ、それはあの、みんな渡して拓也に、ほらなっ、もうもうもうあーいけんじゃん、せっかくご飯炊いたのに、やべやべ、こげちゃん、淡路いやいや、今食べたら抑えますけど。こっち鳥できてもご飯ください。ご飯。違う違う、なんか邪魔だった。ご飯入れたらいいやつもできて。ご飯置いてある。ご飯置いてあるよ。大島。下見て。あ、ご飯。ご飯。ご飯どこですか。これか。ここに置いてあるでしょ。足元に。はい。鶏肉挟んだ。鶏肉挟んだ。あ、やべえ。鶏肉と牛肉挟んだやつできちゃった。ごめん。何やってんだよ。あ、やばいやばいやばい。ほら。あれこれご飯。あれ。なにそれ、そんなこと川に捨てんなよ。ちょっと待って、誰このご飯の鍋乗っけたの。捨てかい、捨てかい、捨てかい、これ捨てかい、これ捨てかい、捨てかい、これどこに提供するんですか。うわ、後ろ後ろ後ろ、何言ってるんですか、大島さん。これかこれか、あったあったあった。うわ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 、もうダメだ、もうやめたーい。あー、やめたーい。水位が上がってきた。ほんとだ。あ、これチャンスタイムだ。これも自分に行った方がいいのかな。いや、ちょっと待って。ご飯ください。あの、炊いたやつ、炊いたやつください。炊いたやつ、はい、置いた置いた。これ炊いたやつ。うん、肉。あ、こっちか。あ、あ、肉。あ、焦げちゃった。これどうやってすればいいんだ。それそれそれ、すげえ。あ、取り上げた。それ料理にかかってるよ。それ提供すんの。いやいや、ゴミ箱どこだ。取り上げてます。ゴミ箱見えないよ。ここ。あ、ゴミ箱。はい、ご飯置くよ。これいいのか、これいけるか。はい、オッケー。で、鶏肉、肉。あー、あ、ここ肉。よしよし、ここで牛取って、トルティーヤ、トルティーヤにご飯挟む。はい、ご飯挟む。はい、あと牛肉、牛肉、はい、牛肉、牛肉焼いて。ご飯担当、ご飯担当。はい、牛肉焼きます。担当大臣和也くん、ご飯担当大臣。あ、ここ肉投げてください。牛肉投げてください。あ、牛肉必要だな、もっと。はい、はい、ご飯を置きます。これできた。ご飯は基本お皿に乗ってるから。やべ、牛肉。トルティーヤ、こっちに投げないでください。あ、ごめんなさい、米、ま、投げてると思ってました。肉を焼く。あ、やばい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 。米が焼く。ひどい。これ捨て貝、捨て貝、これ捨て貝です。いや、はい、牛肉。ご飯置きます。ご飯置きます。わかったわかった。ご飯の人は、うん、何、ご、もうご飯とトルティーヤ絶対セットだから。あ、なるほど、うん、ご飯とトルティーヤを合わせちゃう。なるほど。あー、のじるブシャー。いや、これはやばかった。これやばかったね。むずいな、ここ。これね、ご飯とトルティーヤ絶対だ。その人が一人。うん、ちょっとそれよりまず犯人探しからしよう。いや、そういうの しない方がいいんだよ。わかるだろ、こういうゲームは。じゃあ、淡路がなんかさ、うん、変なことばっかしてたんだよ、ずっと。お茶に、お茶にごし、お茶にごし泡は。店長、わかりますよね。なんだい。いや、その、カズヤ、社員のカズヤさんが結構当たり強いんですよ、僕に。カズヤくん、そうなのか。いや、どうなんだ。いや、その、淡路ってバイトが使えなすぎて。うん、マジで真ん中で何やってんのかと思ったら、料理持ってそのまま川に飛び込むだけなんだ、あいつ。こういうのはね、喧嘩両成敗じゃないけど、どっちの言い分もあってどっちも悪い。店回ってないな。でもなんで俺が悪いんですかな。どっちもこれ仲直りの握手な、してこい。でも店長はいい人だ。1時間待つか仲直りの握手してこないな。めんどくせえ。めちゃくちゃ時間かかるじゃないですか。行くの。行くよ。行きましょう。はい。僕急にバーベキュー入ったんで、すいませんが、出てきていいですか。おい。おい。
フリーターに押し付けんな全部シフト。変わってやれよお前。バイトしかしてねえだろ。俺バイトしかしてねえって何なんですか。淡路くんは大学もあんだから。いや勉強してないんですよあいつ一個も。いずれ親から全部金出してもらって。いずれこの会社の社員さんなんだからさ。ならないですよ。あじゃあまず素材を素材取っちゃおうかな。大島、大島まだ研修料金ね、はい、バイト代。いや、なんでなんすか誰ですか肉が、ね、おし、あ、ご飯投げて。あ、オッケーオッケー。真ん中落ちました。休憩入りまーす。お、早いよ、休憩。はい、ください。トルティーヤご飯ください。はい、トルティーヤご飯置きました。皿が。トルティーヤ投げてください。皿がどこにあるんだろう。トルティーヤご飯ください。ナイス。はい、ここ鳥あります。焼けた鳥あります。はい、焼けた鳥。ね、さ先肉からなんだわ。あとご飯も投げておいて。はい、出します。あ、牛肉なんすね、はい、先牛肉。はい、トルティーヤご飯です。それできてます。トルティーヤご飯ください。落ちないで、落ちないで。危ない危ない。大切なトルティーヤご飯落ちないで。そこに置いといて、そこに置いといて。俺取る。はい、お願いします。はい、牛焼きました。あ、味がいい。ナイスコントロール、ナイスコントロール。はい、トルティーヤご飯ください。はい、牛、牛はまだ。あ、牛さっきね、チキンだわ。チキンください、チキンください。トルティーヤご飯置きました。あ、ナイス。ごめん、トルティーヤご飯ぶつかって落ちちゃった。トルティーヤご飯が綱、この頼みの綱なんだぞ。やばい、お皿ありますか。トルティーヤご飯置きます。お皿上にあるよ。お皿、はい、お皿上にあるよ。あ、これ、あ、ここに、あ、そっか。じゃあここにトルティーヤ投げて。淡路取り焼きます。トルティーヤご飯自分で取り行きます。ありがとう。あ、やばい、危ねえ。うわ、これいけねえわ。取り上げました、取り上げました。鳥から、はい、鳥から行きます。はい、どうぞ。取り上げてます。トルティーヤご飯置きます。トルティーヤご飯置いてある。とりあえず牛、牛いっぱいある。俺とりあえず取りに行って行くから。あ、おしま。あ、こっち鶏肉投げないで。よっしゃ、これ牛ですね。牛2個焼けてます。牛、はい、出しました。はい、はい、牛、牛からです。次牛。またペース出ていきますよね。はい、トルティーヤご飯ください。トルティーヤご飯、トルティーヤご飯置きます。はい、トルティーヤご飯、淡路置いたよ。あ、ダメ、まだ。 ありがとう。そこじゃあ自分で取る。はい、牛焼けた、牛焼けた。トルティーヤご飯は牛からですね。牛、はい、トルティーヤご飯置きます。はい、淡路もご飯は自分で取るわ。チキン、チキン、チキン、チキン焼けてます。チキン焼けてます。チキン後ろ。オッケー、あった。これ出すわ。いいよ、いい、いい感じで。あ、これか。危ない危ない、いい感じ、いい感じ。はい、非常にいい感じ。トルティーヤご飯置いときます。淡路、トルティーヤご飯置きました。トルティーヤご飯置いておいてください。あ、ありがとう。いいよ。こっち牛焼けてるやつあります。 牛いきます。出ます、牛出ます。牛焼く。ご飯を、ご飯を無限無限皮に捨ててる人がいる。トルティーヤご飯ください。トルティーヤご飯。トルティーヤご飯持ってきます。あ、ちょっと待って、はい、おっしゃ。誰ここにチキン落としたの。はい、牛焼けた。はい、牛、はい、焼けてます。チキンからいきます。はい、はい、出しました。トルティーヤご飯ください。トルティーヤください。あ、違う、落ちてます。焼けてます。1個。トルティーヤご飯ください。待って、牛がない。トルティーヤ、あ、いいよ、これ僕。はい、あ、牛、トルティーヤご飯置いとくね。淡路、はい、牛、はい、もらいます。牛出します。はい、はい、チキンから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 。はい、はい、トルティーヤご飯置きました。で、これ焼く。これチキン焼いてます。あ、牛2個か、牛2個か、ごめん、牛2個だったね。はい、牛出します。牛焼いてください。はい、はい、トルティーヤご飯あるよ。はい、はい、トルティーヤご飯ください。オッケーオッケー、あと10、もう1個くらい出せるよ。トルティーヤご飯、トルティーヤご飯、何それ。はい、牛、はい、牛、あ、鳥、鳥、鳥、牛出します、牛出します。トルティーヤ1個投げて。はい、牛出します。トルティーヤ5、あ、じゃあトルティーヤ、はい、ゴミ箱に直で投げてる人がいる、ずっと。これはすごい。若手が育った、若手が育った。いったー、すごい。これは大記録。これはすごい。これはすごい。いや、相当うまくいきましたね。これはこれはね、店長からすると、はい、みんなラーメンおごってやか食いくかレベルわかんねえ、その辺、それがどう。今日頑張ったからな、お前ら。
研修終わりで大丈夫ですか僕も。え、研修、研修終わりで大丈夫ですか。お前はほらいいよ、明日もあんだろバイト、帰っていいよ。はい。ラーメンは俺だけラーメンなしかい。お前まだ馴染んでねえからなこの店に。アジク行く？ラーメン。あ、ぜひ行きます。うん。じゃあ和也も行くか。あ、僕行きます。じゃあ大島太郎さんと片付け。戸締まりと。飛ぶな。こいつは飛ぶわ。飛ぶ飛ぶ。飛ぶわ。飛ぶ飛ぶこれは。大島さんと僕あの間違えて大島さんのユニフォームずっと着てました。すみません。最悪や。最悪や。だから大きめの。だから大島大きめの着てたんだ。ブカブカの。あれこれなんだ。戻ってあれか、話聞きに来いのやつか。お。あ、そうだ。本当だ。いや、さっきの良かったな。良かった、すごい。ただ最後ね、淡路がね、トルティーヤを3連続ゴミ箱に投げ入れるっていう奇跡的なコントロールを。違いますよ、あのみたいな、ちょうど、いや、いたんです、その時ここに。マジで体育会 TV 出れるよ、あれ。体育会 TV。 お、超簡単にやれると思ったら、おお、なんじゃ、そのあたらなんと結束を感じる、一致団結じゃな。早っ。沼地へ行くのだ。沼地へ行く。なんだかんだって沼地へ行くのだ。沼地、お、来た、4の1。はい、じゃあ4の1行きましょうか。はい、はい。お、なんだこれ、この子、道路だ、横断歩道。こっからじゃ沼地、行きましょう、4の1。はい、スタート。なんか都心というか、ね、都会。おお、真ん中通れんのかな。いやでもカラコンあるか、車とか来ないんじゃん。車来ない。あ、もしかしたらでも赤信号の時しか行けないとか。なるほど、なんかあんのかな。なるほど、信号あるわ。あと寿司って書いてある。寿司、よっしゃ。お、流れてる、投げる、取り行くか、あれ。まずエビを切って、はいはい、はい、魚。はい、提供お願いします。キュウリはまだいないか。提供、はい。あ、捨てちた。はい、提供お願いします。提供、刺身、はい、OK。 カッパ巻き、カッパ巻き。お、やべ、車が通るわ、車。はい、提供ね。あ、なんだ、なんだこれ。あ、なにそれ、あーっと。あぶねえ。あー、あいや、意外と見たくねえな、これ。怖いな、ちょっと。これ、皿乗せて提供します。お皿洗わないといけない。はい、あー、よろしくね。魚、魚、はい、海苔と魚、ご飯、ご飯と、海苔と魚、あ、それいけんじゃない、はい、魚、魚あるよ、オッケー、はい、オッケー、出します。気をつけてね、車気をつけろよ。セーフ。キュウリ、キュウリ巻き、キュウリ、海苔、ご飯、キュウリ、海苔、ご飯、キュウリ、海苔、ご飯。あれ、海苔持ってきちゃった。きたね、皿。お皿、お皿がないんだよ。お皿、洗いますか。あ、お皿、洗ってきます。はい、あれ、僕、洗います、洗います。ああ。次、どれも。ああ。お皿、はい、できてます、お皿できてます。はい、お皿にご飯と海苔。乗せました。あ、キュウリ、キュウリ。切るよ。キュウリ切ります。はい、俺キュウリ切って出します。はい、出すとこまで。お皿持ってきます。で、僕お皿持っていくか。あはい、出しました。お皿洗う、お皿を洗う。キュウリ、キュウリ、キュウリ切って、キュウリ、はい、はい、お皿、はい、お皿、キュウリ切って、キュウリ巻き出します。はい、お願いします。あとは次はお刺身だ。お刺身切ります。危ねえ。はい、お刺身のソース、はい、提供お願いします。お皿、はい、次ただエビ切るだけ。危ねえ。お皿ください。はい、はい、置いて、はい、お願いします。提供、はい、お刺身だけ提供します。お刺身だけ切ります。お皿洗います。あ、大丈夫か。じゃあ次魚。お皿に置くよ。はい、提供お願いします。はい、提供してきます。お皿。
はい、海苔置くね、海苔置くね、オッケー、はい、じゃあ、お魚だ、お魚切りますで、あぶねちょっと邪魔しないで、はい、提供お願いします。気をつけて。はい、俺提供してきます。2、あー、惜しい。これどう、番はどう、ダメ、250、あー、1個か。いい感じ、10番、10番。ちょっと、拓也のあーがすげえ、なんかあれ、邪魔だった気がする。どう、みんな、みんなでも、あの、あーがなければ、星には行ってましたね。あーがさ、はい、あーがなんか俺すげえもう3、4回ありました。何がちょっと多かったです。料理持ってあーになるからさ、料理持ってあーはなかったんですよ。あのお皿持ってあーはあったお皿持ってあーはあったよこれね、分かった、すげえ時間取られた、あれね、皿を大島取りって言ったじゃん。はい、それは大丈夫かな。皿いらないですか。皿は提供した帰りに持って帰ってこれ。ああ、なるほど。じゃあ、うん、僕がやってたところ具材、あ、そっか、あとなんだろう。 あとだから空いてたら俺と一緒に提供で、皿洗いはどっちがやってる。皿洗い大島やってた。わかりました。そしたら皿洗いと大島、皿洗いと物切るやつ、皿洗い物切り素材運び。わかりました、わかりました。それもじゃあまんべんなく。で、カズヤと淡路調理。淡路がご飯、主にご飯。カズヤが主に刺身切ったりしてる。皿置くのカズヤね、じゃあ。カズヤも。はいはいはい。じゃあもう一回やりましょう、これ。よし、じゃあ、最初ね。ほらほらほら。あれ？はい、海苔とご飯を。よいしょ。あ、海苔置くね。お皿運ぶか。刺身提供できそうですね。はい、お刺身、刺身からいっちゃうか。はい、お願いします。はい、それ持ってて。エビが取れない。あ、ここ取れないのか。はい、魚オッケー。はい、魚できた。はい、これお願いします。魚まだで、はい、エビお願いします。エビ出せます。皿持ってきます。お願いします。あ、カズヤバッテリーが切れそう。皿洗いお願いします。カズヤ大丈夫大丈夫、この1回ぐらい持つでしょ。はいはいはい、魚お皿お願いします。やめてください。皿洗ってるんで。おい。申し訳ない。投げ返すんじゃねえよ。隣置けや。はい、ご飯と合わせてそれ。じゃあ、カッパ巻き出します。あぶね。あぶね。え、ちょっとだ。おしまおしま、皿洗い。はいはいはい。おしまちゃん、皿洗い。あ、おじが。じゃあ、僕、具材取ってくる。はい。はい、きゅうり。あ、ご飯、間違えた。お刺身、あ、待って、入れた。あ、オッケー。はい。皿洗うか。はい、皿洗いちゃん。邪魔。一緒に洗いますよ、下さん、皿は。あ、それ早いって言うよね。あとなんか提供できるのありますか。海苔が落ちちゃう。はい、お刺身と、きゅうり、ご飯、あと海苔、はい、海苔。はい、提供します。提供お願いします。魚切ります。何が足んないあと。はい、海苔。人が強え。これ海苔、はい、オッケー。エビだけ提供できますよ。エビだけ提供終わりってきます。よしよし、洗った。はいはい、出します。マグロどこにあるの、はい、マグロって。あ、あっちだ。マグロ自分取ってきます。うわ、これ取れねえんだ。はい、エビ。マグロ取れてない。あー、カズヤ綺麗な顔してるだろ。死んでんだぜ、これで。メシンを。はい、海苔。あとマグロ。マグロ。はい。あとマグロだけが必要。マグロだけ。俺が行くか。よし、行きます。あ、取った。マグロ。はい。サラサラ。サラ。海苔巻きます。はい、マグロ。はい、マグロ来た。マグロ切れてます。マグロ。オッケー。マグロ出します。キュウリ。キュウリ切んないと。キュウリ切ります。キュウリ切ったら、はい、それ俺提供します。はい、提供お願いします。提供いきます。はい、よいしょ。あとなんだ。あとキュウリ巻き。キュウリ巻き。あー、間違えた。あー、マグロ来い。マグロ来た。あー、2-1。あー、くそ。どうだ。でもいいんじゃない。どう。よっしゃー。よっしゃ、これだよ、これこれだ。
やったぜ。よし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 。これなんだよな。これは寿司三昧。なんちょっと一回ごめん、綺麗な顔がごめん一回やったけど。うん。綺麗な顔。これは名店名店寿司三昧。さあ、じゃあ次行きましょうか。はい。今良かったね、でも4の1。良かった。星三つ。うん。はい、バーミヤンか。なんかみんな機能してたよね。そうですね。うん。わかったですけど。はい。厨房得意でした。料理に集中するのが。あ、でも意外と。なるほどね。待ってたよね。淡路が米炊いて。海苔とか、うん、その行動範囲が狭いと結構あの活躍できてるなっていう自負がありますね。なるほど。そう考えると、カズヤはお皿を並べたりとか、綺麗に整頓するのが得意です。乗せてくのとか、乗せてくのとか。僕はだから指示出しながら、次何が必要ですよとか言いながら、あと提供するっていうのはありですね。はい、それぜひお願いします。うん、はい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 。星間。僕あの多分何でもできますね。さっきなんか一個のことしかできないのかなと思ってたんですけど、意外とこう視野も広く。大島次見てればいいから。はい、とりあえず見てて。とりあえず見てて。テイダさんって言うからとりあえず見てて大島。いやだからその、はい、大丈夫。僕はとりあえず見てて、あの足りてないとこに行くんで。大島。はい、あの、はい、何でもできる風に思うかもしれないけど、俺から見たら。はい、あのオール D の選手、大島。器用貧乏。誰が器用貧乏って言わない。オール D は器用貧乏って言わないんだよ。どれも中途半端。誰も中途半端。まあ、パンプロで言うとオール D。はい、まあ、8番打者ぐらいですね、じゃあ。はい、いきますよ。はい。じゃあ、淡路厨房にしよう。はい、任せてください。まあでも具材運んだりしますわじゃあ、うん、これでもそうだね、大島素材係、素材係で、はい、俺と和也で提供とこの完成を持っていくわ、うん、よし行きましょう。僕下です。フライヤーか。はい、まずは揚げ物を投げてください。あれ切んなきゃダメだ、切んなきゃダメだ。そうか、じゃがいも切んないといけない。ごめんなさい、投げちゃいました。じゃがいも、じゃがいも、はい、どうぞ、あげてください。出来上がったの、僕、お皿に。切るのあんだね、そっちにも、一応。はい、取り。あ、トマトと、あれもちょうだい、そっち、そっちにあるわ、トマトとあれ。投げて。あ、そう、ピー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 。はい、置いて。これを提供ね。もう。はい、オッケー。あと、じゃがいもと、あれのやつ。トマト切ろうか、トマト切ります。はい、トマトとあれはもう乗っけて、ここはいはい。で、じゃがいもと、じゃがいもとあれのフライヤーのやつ、オッケー、それ置いて、そのじゃがいものとこに。はい、じゃがいものとこどれ、それ提供して、はい、投げるか。はい、じゃがい、はい、じゃがいも、アックスで決まりますよ。はい、近づいたら置いて、置いて、置いて、あの、あ、いいよ、それ。これレタスのやつだけできて、お皿ください。はい、皿置いてください。あ、皿、皿置いてください。はい、皿、きたね、皿、きたね、皿だ。ベジータみたいに言うんだ。じゃがいも、じゃがいも、じゃがいも切る。じゃがいもください、じゃがいもください。ちょっと待ってください、これ邪魔だな。はい、これ皿、皿、皿忘れずにね、皿忘れずに、皿忘れずに。はい、じゃがいも、はい、じゃがいも。皿、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 サラ、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 サラ捨てられちゃった。ジャガイモ、ジャガイモ。サラが2個捨てられちゃった。あ、ジャガイモか。いやー、これどうぞ、私行かないよ。パニックになってるよ。私行けない、私行けない。そっちパニックになってるよ。私行けないの。ジャガイモ。ジャガイモ。はい、置いた、置いた。はい、じゃあさ、サラも、はい。はい、提供します。提供して、提供して。もう一個、もう一個、ジャガイモ。はい、ジャガイモ置きます、はい。はい、提供します。あ、これ、これ俺らで作っちゃいます。わかりました。皿ください、皿ください。洗ったらください、皿。レタス切ります。はい。皿持ってきます。洗ったら皿ください。はい、これで、あ、もう出せます。で、鳥。これ合わないのか。まだ。オッケーオッケー。皿の上じゃないと合わない。オッケー。じゃあこれ皿を置くので、皿ください。皿投げらんない？投げらんない。続いたら皿ください、すぐ。はい、どうぞ。お願いします。はい。あ、ダメ、そこじゃダメ。そこじゃダメ。なんで？あの、斜めが取れないのよ。あ、なるほど。オッ
中でしょ。はい、あの茹でたやつください。レタス止まってください。そこ行っていいよ。そこでもいいんだよ。これでお願いしますね。はい、レタス止まってください。はい、レタスください。レタスだけ。はい、切ります。で、皿ください。皿ください。レタスここ置いときます。はい、皿ください。あー、間に合わない。皿。あ、ごめんなさい。レタス間に合わない。皿全部こっちじゃないから、そっか。いや、皿でも洗ったのは置いてってんだ、そっちに。レタスは無理かな。レタスとトマト先かな。レタスとトマト出そう。トマトください。ついたら。はい、もらいます。皿ください。皿一個ください。はい、皿持ってきます。はい、どうぞ。はい。ありがとうございます。レタスとトマト先出そう。はい。ポテトも一応。皿も提供しちゃって。はい、もらいます。はい、提供しちゃう。はい、レタス、はい、レタスだけ提供しちゃう。はい、レタス出します。はい、レタス投げてください。はい。はい、切ります。はい、皿です。待って、ごめんね、洗うから、待って、洗って、泡ください。はい、レタス、あと肉。はい、のす。肉。はい、肉、はい、切れた肉置いてます。くっつけ皿くれレタスだけ出したい。レタスください。あー、480! どう？お！あ、行った？おー！行ったじゃん！行ったんだ。気持ちいい。なんとか。はい、ピッタリ。わあ、今ギリギリだったな。これ難しいね、ここ。でもあんまり楽しくはなかった今の回。なんちゅうこと言うの。なんちゅうこと言ってんの。なんかわちゃわちゃしちゃったね。わちゃわちゃした。そうですね。ちょっと難しいわ。ということで今日はここまででございます。はい。はい、はい、またちょっとどんどん難しくなってますけど次も頑張りましょう。もうちょっと気持ちよくやりてーバイトまた次もバイト生活しましょう。はい、はい、ぜひ皆さん高評価コメントチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね、はい、バイバイ。